ほんじゃ食べれよ。じゃん。マシそうよ。なま。감사합니다。あ、ドバテブル。わ。いや。ソメ。韓国で一番最初いっぱいはソメいっぱいするで。はいよ。そう。メッチュ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 メッあと荷物好きなんだ。でもみんな韓国留学してたらみんな YouTube やるよね。ダメ。Vlog。そう Vlog。でしょ？あ、韓国楽しみだな。気をつけてね。ナンパされるよ。オッパみたいな人がいっぱいいるから。違うよ。いや、どうすればいいの？ナンパされたら逃げる？カチカチ。いや、いや、あんで。ちょ、ワイ言っちゃダメと。あんでよ。ダメ、ダメ、ダメよ。ナムちゃんチング있어요。韓国に留学してた女の子たち、よく会っていろいろ話聞いてるから、おっぱは全然わかんないけど、みんなナンパされたっていう話がいっぱいある。韓国人に？うん。だから韓国ナンパいっぱいしてるんですよね、とか。電車とかバスとかどこでも。電車、バス？だから、うん。え？そうなの？日本人の感覚と違うと思う。これ韓国の人、普通に声かけるし、それだから、それをナンパって思うかな。でも旅行行った時に声かけられた。あ、そう。電車の中で。電車の中で。電車の中で。声かけられて。どこだった？チョギヨ。ヨンド？チョギヨ。韓国行ったらチョギヨカチカチ。カチカチ。何と言われたの？教えてくれたの？道を。道を。一緒に行きたい。空港に行く道、バスとか教えてくれて。カチカチ。最終的には優しいなって思ったけど、いつまでもついてくるから。カチカチ。気に入ったから。そうなんです。関係カジャ？関係カジャは言わないね。言わない？うん。でも長く行くのは今回初めて。うん。半年は初めて。楽しいこともあるし大変なこともあるし。何が大変だ？何が大変だと思う？ルカは？でも辛いものは食べれるでしょ。うん。ああ。辛いもの。そんな辛い？全般的に。うん。辛くないでしょ。うちには辛いもの少ないけど、友達だね、やっぱり友達ができたら、その友達が、もう辛いもの好きな友達は、本当にめちゃくちゃ辛いもの食べるから。なるほどね。オッパ好き？辛いの。あ、オッパは好きだよ。全然食べれる？オッパ全然食べれるよ。辛いものばっかりに食べるから。それはでも大変かも。それは無理かもしれない。でも美味しいよ。美味しいよ。で、これ辛いの？いや、これはこんぐらいは辛くない。辛いものが有名なお店とかいっぱいある。あ、カンザミラ。女の人が好きなんだよ。男少ない、そこは。ほとんど女。何が一番したいの？何がしたい？うん、行きたいところとかは、行きたい観光的な、なんか。私は屋台。屋台。屋台は行きたい。屋台少ないね。え、そうそう。でも屋台が種類があるよ。お酒が飲める屋台があるし、お酒飲めない屋台があるでしょ。どっちが好き？お酒飲める屋台。どっちも好きかもしれないけど、別にいい。それが雰囲気が違うし、料理が違う。あの韓国ドラマみたいに何かテーブルがあって、屋台があって、それが好きなんで、それが少なくなった。楽しんで。楽しんでくれて。今月だったら韓国寒さは寒くないよね。そんな寒いよ。いやでも、え、でも旅行行った時その寒くなかった。だ、え、寒さ強いの？え、わかんない。でも寒くなかった。そう。でも12月が一番寒いでしょ。12月、1月、雪すごくて。そうだね。友達たくさん作って。うん。できるかな、友達。できるよ。さっきゆかが教えたじゃん。ガチガチャ。冗談じゃなくて、本当に一番難しい。言ったのが、やっぱりなかなか友達ができないって言った。韓国留学して。でも、性格によって違うと思う。だから友達がいっぱいできた友達もいるし、友達が誰でもできなかった人もいるし。だから、ふっと留学するときに一人で
いて勉強してた、うん、寂しかったっていう友達いたし、全国の友達がいっぱいいる。ありがとうございます。もう遊びたいんだったら、まあ、遊んでもいいから、まあ、いいはいいんだけど、そればっかりじゃなくて、本家の友達、女の友達や男の友達の友達で、あの、いろいろ遊んでもいいよ。あの、遊んだら、男性と一緒に、いつでも、これ話しますから、なんか、そうそうそう、上手になるよ。そうだよ、一番は正直に、正直にクラブ行くのが、クラブ行ったらすごく上手くなるよ。そうそうそう、クラブ行ったら何としても話すから。そう、そうでしょ、言われるし。最初私と僧侶はね、ガルスバーに行く。日本語で、本当に、クラブのガルスバーより、本当に。日本語勉強しにガルスバー行ったら、60分で3000円授業です。これは授業です。日本語の授業。授業。みんな忘れる。そうそうそう。そう最初はどこのいた？最初は秋葉。最初はね、秋葉原のメイドカフェ。あ、メイドカフェ。そう。もう日本語の勉強ならないよ。カフェじゃない。もう日本語の。次は午後はメイドカフェで、夜はガロスバー。ガロスバーで。楽しんでるじゃん。遊んでる、勉強じゃない、勉強じゃない、遊んでる。だから日本語が分かるようになったよ。何を食べた？ガールズバーの。ガールズバーで、メイドカフェで何を覚えた？いただいていいですかって言われる。まあ、敬語は大体分からないですけど。ご主人様。ご主人様、お帰りなさい。そういう感じで。ご主人様。こうなっちゃうの。お帰りなさいませ。そう。でも最後はやめた原因はね、毎回ガールズバー行くときはね、違う人じゃん、うん、なんか違う人だけど、同じ質問が来ているから、まあちょっとつまらないね。どこ出身ですかとか。あ、そうそうそう、感じで。何が好きですか。まあこれは勉強できないでしょ。なんかクラブ行こう。それでクラブ行ったの？日本の。うん、行った。え、今行ける？わかんない、私行ったことない。行けるよ、行ける、行けます。いつでも行ける。どこのクラブ行ったの？渋谷、都心よく。私より経験豊富だよ。そうだね、勉強しに行ったんだよね。そう、勉強のために。クラブハワイ行った？あー、いやー、まあ、いる、行ったは行ったけど。男の子ばっかり。あー、そうなんだ。そう。え、女の子いないの？まあ、いるはいるんですけど、クラブとか。私もないよ。あ、本当？ないんだ。そうね。あ、先輩だよ。先輩。ない？あ、何もない。そうだよ。でも、韓国も、それだから、クラブ何か好きな、その子たちはよくクラブ行ってて、そう。面白いし、それだから慣れてクラブよく行っちゃう、その子もいてた。そうでもいっぱいいちゃうと良くないよ。遊びになるよ、留学じゃないよ。遊びになっちゃう、うん、としても、うん、イメダイ君が言った通りに、うん、工学の勉強としてはいいと思うよ、うん、機会があったら友達の家に行ってみたいってよく言ってよ。全然違うから、多分留学をして長く韓国に生活するときがチャンスだと思う。絶対旅行とかには確かにできない。できないね。結構です。結構です。上手。キャバラで入国したから。あ、そうか。だから断りがね、あの、どうですか、結構です。結構です。やっぱりいろんなところにいっぱい行ってほしいね。うん、行きたい。韓国はあの上下関係、日本ではその感じで上下関係って言ったら何か厳しい感じがするけど、それよりただ、まあ、お兄とか、うん、おばとか、うん、その関係が多いから、うん、多分最初はできる友達はやっぱりちょっと目上の人、うん、1個上とか2個上とか、その友達がよくできると思う。何か食べれとか、何か、うん、上から何か、上から目線っていうより、ただその人たちの立場がいい、言いやすい、うん、人
その人から何か言われるのが韓国はなかなか難しい。少し、うんうんうん、もちろん、まあ、仲良くなって友達になるのは全然関係ないと思うけど、うん、普通にそれが多い。もうおばとかお兄とかが、じゃあ、もう来て来て、じゃあ行きましょうと思うよ、飲み物とか何かそういうのが多い。上の人ができたら、いいよ、それが。嬉しいよ。甘えるから。うん、本人は甘え、そう。甘えても韓国の人は甘えるの好き。何かそれだったら、そうなの？そうなの？愛嬌だと思うから。そう、それと、猫かぶってないんだって言うから。それの方が？そう、そう。発音が。発音が難しい。発音、ね、これとか。セル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 。日本ではないからね。ルルル。まあ下がセル。そうセル。チャミセル。中国語みたいな。チャミセル。遊ぶはいいだけど、そうね。私たちは日本語のために行くよ。キャバクラに。うん。金を勉強のために。勉強のために。あ、キャバクラ。キャバクラは勉強する頃じゃないよ。